にゃにゃん、どうもこんにちは、シュン TVC のシュンです。まったりゆったり寝心島生活、集まれ動物の森パート63やっていきたいと思います。ってことで、日付変わったのでタイトル画面からっていつもの感じなんですけど、まあ始めましょうってことで、プッシュ、皆さんおはようございます。おはようございます。ただまあ寝心島の時刻は2020年7月18日土曜日の午前7時33分です。朝ですね。あ、お知らせないんですね。はい、はーい。もうでは、寝心島生活やっていきましょうってことで、ですね、じゃあちょっと、ドゥ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 、お、あ、そう、昨日ね、ジャスティンね、いたんだよ。うん。あ、やった、ありがとう。ありがとう、ありがとう。うん、でも、写真は撮らないでね。うん。写真も撮らないでね。お、エイペイさんから。うん。あー、なんか、聞いてよ、うん。なんか、手紙が来ると、なんか、急になんか、ドキッてきちゃうんですけどね。どういうことかな。では、寝心島生活やっていくんですけど、ちょっとね、あることで書いたんですよね。あれちょっとね、今回のパートでちょっと、やりたいことあるので、ちょっと次回のパートでちょっと、でもやっぱり聞こうか。うん、やっぱり聞きましょう。トタケテさん。こんにちは。うん。うん、知ってるよ。知ってるよ。うん。おー。うん、浴衣どこ行くかな？うん。おー、はーい、ありがとうございます。あ、じゃあ。今日の夜6時は、ちょっと、ライブでも聞こうかな。てか、一回、聞いたんだけどね、エンディングで。ですね。で、島クリエイターをね、河川工事できるようにしたので、また、その様子はまた、次回のパートぐらいにね、やっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、公園、ね、こんな感じなんですよ。で、ちょっとね、気づいた方もおるんかなと思うんですけど、帽子の色が変わってます。レッドになりました。赤ですね。いや、でも、まあ赤になったんですけど、まあ、ちゃんとね、前の色も残してあります。こんな感じでね。で、こうしたらいつものね、ライトブルーみたいな感じになるんですけど、なんかやっぱり、ね、奇数と偶数でね、ちょっと分けようかなと。なんか奇数と偶数ちょっと、分けちゃう癖あるよね。なので、奇数は赤、偶数は水色、みたいな感じでね、ちょっと帽子の色を変えていけたらいいなと思います。で、ちなみに、ちなみにですね、こちらの、虹はですね、虹は、まあ、なんか記念の会とかにやろうかなと思ってます。まあ、いい感じになるかなと思います。ちょっと一回かぶってみましょうか。やっぱいいかな。ではね、公園作り、またやっていきたいと思うんですけど、よいしょ。なんかめっちゃいろんなもん持ってるんですけど、ちょっとあれ？ハンモック、あれ？あれ？自分、あ、こっちか。てかびっくりしたよ。なんか、あった、よかった、よかった、びっくりした。まあ、昨日ですね、ジャングルジムをね、またマイル交換で、もらったので、まあ、交換して、ね、手に入れたので、で置いていきましょう。ほら、あ、もう公園っぽいよね。公園っぽくなりましたね。あ、いい感じじゃないでしょうか、ジャングルジムを置きまして。ジャングルジムは座れないのかな。あ、座れるんですね。で、ここの一番上とかは座れないのかな。あ、座れない。あ、なんか押しちゃった。多分、座れないかな。ここしか座れないのかな。まあ、でも座れるだけでもいい感じですね。じゃあ、ジャングルジムも置いたし、ベンチブランコも置いたし、さあ、次はって言ってことでね。次はですね、どうしようかな。なんか、サッカーゴールとかあったよね。なので、サッカーゴールをマイル交換でもらいたいんですけど、今のところでは、マイルが足らない。1030マイルしかないのでね、またちょっと、動画外でね、マイルを貯めていきたいと思います。じゃあ、残りのね、1分ぐらいは、
ちょっと、どうしようかなってことだよね。あ、待ってくださいね。これそうそう、これが大事なんですよ。お金を貯めるのに。センベル。なんか、マルとベル自分間違えへんかな、いつも。気のせいかな。なんでこんな間違えちゃうんだろう。ちょっと、イキマンベルね、ちょっと植えときましょう。ではまた、3日4日後ぐらいには、3万ベルになって帰ってくるよと。いやー嬉しいね。もうだってこれ2万ベルぐらい稼いでることになるからね。いやー嬉しいよーとか。まあ、こんな感じになってきてるのにね。まあ、発展はしていってるかなと思います。ネシェント生活のね、目標の一つである、ネシェントを発展させるっていうね、目標も達成できるかなと思います。それではね、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、ナチブ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。